え、何これ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 、演出があるんだ。え、何これ、え、この顔。画面の前の皆様こんにちは、ベルクラーです。そして、マリオ2のね、ゆずきしろさん。はい、私、ゆずきしろでございます。はい、マリオ2のね、はい、前回ね、あの雲のことをハと呼んだりとか、しておりました。そうですね。このサンプルコースに追加させるこの10人チャレンジのね、はい、やつを、ちょっと一緒にね実況し、はい、させてもらっております。ぐるぐるテレサをかいくぐれ。誰テレサ、懐かしいね。え、誰テレサって。これほら後ろ向いてると、いやいや全然止まってくれないんだけど。いやいや、ちょっと待って待って、やべえぞそれ。ちょっとあ、それテレサって言うんだ。それ嫌いだった。テレサなんですよ、これ。これ後ろ向くと動き出すんだけど、前向くと、やばいやばい、テレサテレサ。あ、これ結構難しいです、ね、そっから抜けるんですかね今ので。サッと横抜けて、多分ですけど、あの大きく一体分ないところから抜けていくんでしょうね。ああ、そういうことか。ほら、あれね。ああ、最初にもしかしたら走るのかな。あの中に入っていくという感じでしょう。テレサに翻弄されないようにやっていけばいいんじゃないでしょうか、これ。そうですね。こういう風な感じで、で、ここで一旦降りていくと。そうですね、安全に。で、こう来てからの、よし！来た、これ来た、これ。行きましたね。初めて知った、あいつがテレサって。あいつテレサです。どっかにテレサなんて名前出てきたことありました。あの、マリオ2で今紹介した途端なんですけどもね。あ、知らなかったな、多分ちっちゃかったから字読んでなかったんだろうな。ああ、なるほどね。カラクリ P スイッチ。おお、え、何これ。あの P スイッチを押せばいいっていうことでしょうか。私このマリオめちゃくちゃやってたんだけど。わあ、これ3の時のマリオですよね。いや、これめっちゃ好きだった。危ない、危ない。あの音楽のやつも好きだった、ね、ピュンピュンって飛べる、ね、音楽鳴ってますよちゃんと。え、3の、あ、モグラいる。あ、誰あれ、初めて見たモグラ。モグラですね、あれ。モグラなんて言いました。え、そこ行けない、このままいけないか。じゃあここからか。ああ、このね、壊せるやつも懐かしい。その右のブロック、ほんとだ、これやべえ。これ、え、これどうなる。え、これいけないよ。どうしろ、どうしろっつうんだこれ。これ、ちょっと待って。え、なんか持ってきてそこの壁壊すとか違うか。ああ、そこの横の、ああ、これか。いや、めっちゃ難易度高い。入れない。あ、運ばれてない、 P が。え、本当だ。ほら、 P 運ばれてる。落ちた。 P 運ばれてるよね。あの P の行方を見てみよう。そうだね。もしかしたら、ほら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 。来てる来てる来てる。運ばれていってる、運ばれていってる。え、P、ちょ、P、ほら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 、来てる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 。こっちまで来るやん。いや、面白いの作ってるね。さすが公式ですね。いや、素晴らしいですね。あ、来た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 。これを踏むと、あ、で、そういうことか。ここに行けて、あ、これ懐かしい、これ。これね、好きだった。3つ集めたら、A 揃えたら、うん、なんかアップしましたよね。3期アップみたいな。よくあれね、慎重に狙ってましたね。ね、狙ってたね。6ステージ引きましたよ。来たぞ来たぞ、どうや？今度はどういった、テクスチャーなんでしょうか。あ、いや、嫌いだった、こういうの。これ、スーパーマリオ、スーファミのやつでしたっけ。え、あ、私これやってましたね。あ、やってた、やってました。よし、これで、え、あ、ちょっと待って、なんか今出た。これ運ばないといけないじゃん。もう一個、2個目も持っていかないといかないっぽいね、これ。怖いな、なんかいつ、危ない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 。こいつら、あ、まずこいつらを、そうですね、なんだあの3兄弟みたいな。3兄弟をまずやる。あ、難しい。あ、やべ、あ、やっちまったやっちまった。惜しくた。危ない危ない。行くしかない。ちょっと待って、これ無理や、これ無理や、これ無理ですね、これ無理や、さすがにこれは無理ですね。あ、え、さあ、時間でね、え、すごい、これ何、これ下の方って書いて、あ、あ、 P だ、 P 持ってこい。ここに P を置いて、 P をここに置いて、ちょっと消してみようなP をここに置いてですね、これでどうなの。あ、よかった、よかったよかった、合ってた。あぶねー。いや、そういう仕掛けなんだね、面白いね。自分で、作る、そのあれになりますよね、この参考に。いや、これ P、 あ、P 来た、 P 来た、P 持っていきましょう。あ、やべ、そうか、これあれか、死ぬやつや。いや、これ結構むずいぞ。油断した、これちょっと。いや、よく作ったんだ本当に。ねえ、あそこやばいね、やばいぞこれ。
ここね、まずここはね分かりました。1個1個やって2個目を取っていきます。お土産としてこれかわいいな、これちっちゃいマリオ、ちっちゃいマリオかわいいね、かわいい。さてさあここで、ああ落ちたよいしょ。でここから、できるの待ちますね。はい、危なかったな確かに。ここさっきの時、ね、積んだかと思いましたけどね。さあここからポヒョッときたのをここで置きます。ちゃんとこれ押しまして、危ない危ない危ない、これでいきましょう。よし、さあこっからだね。いやここ難しかったな、こっから、うん、油断しちゃいけねえんだこれ。P はあれ使わないで、あ使っちゃいかないといけないと、お土産として1個持ってた方がいいのか。じゃあ持っていきましょうか、一応持っていきましょうか。お、なんだ今虹、え虹が出ます。なんだあれ、あやっぱお土産、あでもジャンプしちゃダメだ。ああそういうことね。なんで何これ何これ、怪しいんだけど。怪しすぎでしょ、怖すぎて進めない。あ落ちてこない、大丈夫。え何これ、オブジェクト、いっ、あはい終わった、びっくりした。あれか、よくある昔のファミコンだとテクスチャーが斧にあんまり見えないから分かんないけど、え最後こうやってクッパを落とすんですよね。あそうなんだ、うん、あれ私も見たはずなんだけど気づかなかったのかな。本当はああいうリアルにするとああいう斧になるんだ。いやもうトラップか何かかと、原作っぽいコース1の1だということです。しっぽまり、ああこれ大好きだった、懐かしい、これね大好きだった。あのなんかブロックの後ろに隠れてたんだよ、隠れれる、これちょっと隠れたいね。なんか下をなんか勢いつけてたかな、あ下だったかな、下か上か押しっぱでなんか入れたんだよ、ね、なんかくるっと、あ尻尾のマリオじゃないと入れない、なんかくるっとしたような覚えが、うんなんかしたよね。ちょっとまあここでよく入ってたんだよね。あそうだそうだ、なんかこうストーンみたいに入らなかった、入れました、ちょっと忘れちゃったんだけど、うん、確かになんか時間とかでもストーンと入ったような、ね入ってたよね、入れないな、おかしいな。原作っぽいだから、原作じゃないんだ、そうだ原作じゃないんだろうね。原作っぽいっていうだけでしょ、ね、今なんかクリボー、これ尻尾でポンポンポンってね、プリンって、いやーこれね私好きだったこのタヌキマリオ、いや私もこれ好きだった、よくなんか飛んでましたよ、ね、こうやってね、うん好きだった好きだった、これピコ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 ってなるのが可愛いんだよね。あ自殺した、やべやべ、これ止めた、助走つけて飛んでコイン取るのかな、えそういう感じなんだ、あそうだそうだそうだ、あ、頑張れ頑張れ、歯がある歯がある、いった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 、歯がある歯がある、これ歯が出てきますからね、歯が出てきました、いやこれいいね、よく助走つけて、助走つけていきましょう、これゴールまでいけるのかな、いけるんじゃない、えあ、本当だ、いや懐かしい、これこれあったな、あしまった、あららあーあー危ない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 、そこなんか、お、P が来てる、 P 来た P 来た、これ P ちょっとあれ踏みましょうか、いやなんかどっか入れるのか、ああなんか出てきた、ああちょっとポヒュンポヒュンなってる、ポヒュンポヒュン、すごいすごいすごい、これ昔なかった、花火もある、すごい豪華だ、すげえ、ね、これが原作と違う、あいいね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 、金に目が金に目がくらみすぎでしょこれ、ちっちゃくなっちゃったなこれ、ちっちゃくなっ、なんか入れたような気がするな、あ本当だ、よく覚えてますね、スリーと、なんだ3、あ3だから、マリオ3だからです、でもそこ入れますか、これ戻ればいいんじゃないかな、あそうかそうか、で こっから右行って、多分さっきの空飛べたら上の方に出れたんですよ、ね、土管で、おそらくね、えおそらくそうだと思いますね、いやー懐かしい、あ懐かしかったねこれね、次に行きましょう、さあ何だろう、次はこれラストじゃない、クッパんとこ来たんじゃない、えボス来た、これクッパ来た、うん、ボスんとこ来た、ファイヤーバーの城と、原作っぽいってことは、あ、あった、これ嫌いだった。あれちょっと3つに増えてない。昔3つもなかった気がするんだけど。1個だったような気が。なんかピョンピョン飛んでくるんじゃない、ここら辺が。得意でしたよ、私こういうの。私これ大嫌いだった。こんな多くなかったけど、ね。いやいや、めっちゃ多いよ、これ。いや、こんなに多くなかった、確かに。ねえ。いやー、これね。危ないね、危ない、危ない。危ない、危ない。ヒューでさ、こっからこれ飛んでくるんじゃねえか、あーもうクッパさんがね火吹いてますね、これ本気出してきてるね、あいつ これなんだ、すげえことになってる、星あぶ、なんだこの派手なってなって、えあクッパになった、それちょっとクッパになったらしい、炎はけるんですかこれ、炎はね
ちっちゃいクッパ。クマ吐けない。クマ吐けないわ。かわいいクッパになっちゃった。これいけんじゃね？よし、頑張ろう。頑張れ頑張れ頑張れ。よいしょ。その斧か。この斧ですよ。いやこれ斧だって気づかなかった私。よっしゃー、来た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 。いやこれあの斧が刺さって死んでるパターンだよね今の。いや本当に刺さ地面っていうよりさ。いや刺さりましたね脳天。私クッパになったね。こんなのもあるんだ。すごい、これぜひとも出したいですね。めちゃめちゃ面白いじゃんあれ。あ、とうとうピーチを。え、クッパがピーチを。クッパがキノコの人だ。キノコにクッパ。わあピーチ姫。これピーチ姫は別の城に連れ去られたのに。なんだって。あの人ね連れ去られすぎなんですよ。史実として。いや確かにやたら連れてかれますからね。何今飛んでた、ね、なんだ今の、ね、To be continued ということで10人マリオチャレンジクリアおめでとうございます。この問題クリアするたびに新しいコースが登場します。ちょっと変わったコースをたくさん用意していますのでまた遊んでみてください。めちゃめちゃ楽しいやつやんこれ。いやこれ楽しいですね。絶対楽しいやつやでこれ。いやこれ気になるな、うん、次もちょっとね次の住人に行く前にですね、この記録ロボットに、はい、何がこうね、はい、記録されたのか。何記録ロボットってちょっと確認してみましょうか。え、何その下のワンちゃんのマーク、何ですかそのワンちゃん。これワンちゃんね一つ前に戻るっていうやつなんだね。あ、ペロってしてる。ペロって、そういうことです。ペロペロってなってますけどね。はい、パンプルコースこれですね。さっきっていうか前回クリアした、ええ、前回かな、前回になってるのかなこの動画。例えばこことかも作ることができるっていうことですね、はい、ぐるぐるテレサ先ほどのやつをこれ作ると。自分で作成中のコースは消えますが、あ、よろしいですかと、いうことになってちょっと見てみましょう。ああこれでほら、あ、すごい、いつでもやれると。さらにこれをオリジナルのマリオに変えることもできると。お化けだ。ああいいね。その当時もお化けなんていましたっけ。いや多分その当時のように作ってるんでしょうね。あ、そうか、ええ、いやーこれ、いやー地上にもできるし、いやいいですね。面白いですね、うん、こうなるとなんかこう亀も新鮮ですよね。確かに亀、うん、新鮮ですね。変わりましたね。こんな感じで、見れるっていうことですね。はい、うん、まあ、今回ちょっと時間が少し余ってるんで世界のコースをもう一本だけやってみましょうか。さて、うん、どれをやるか。さあいいねランキングから、やっていきましょう。え、ポケモン、ポケモンイエローアドベンチャー、アドベンチャー、え、アドベンチャー、何それ。ポケモンみたいに作ってあるとポケモン、ちょっと見てみましょうか。ポケモンイエローアドベンチャーというものがありました。なんだ、どこの国の人だ。あ、でしょ。お、え、何今。すごい。なんだあんな。はい。なんだ。お。え。え、何これ。あ。ああなるほど。あ、なるほど。これ上に。ああ、これ上にはこれがあると。あ、お金なんだ。なんか面白いスタートですねこれ。これ入るしかないということでしょうか、ね。そうですね。入ってみましょう。さあどうなるんやろうか。もう始まった。ん、なんだ、あ、これ左上に行きたいとこですけども、ちょっとあの土管気になります、ね、あ、ポケモンになった。マジっすか。かわいい、かわいい。ポケモンになってんだけど、これポケモンっていうかピカチュウだ。ほらかわいい。ビガビガーっていうやつでしょこれ。え、なんですか今。ビガビガーってやつでしょ。これもしかして家、家みたいに作ったのかな。あ、だそうだ、家だ。ピカチュウの、あ、あ、かわいい。ちょっとかわいすぎでしょこれ。かわいいな。ポケモンかわいいね。これ難しいな。いやもうピカチュウにかかりゃこんなもん上を通っていくんでね。あいつの雲盗もう。よし、歯を盗んだ。歯を盗んで。これ大好きだった。消えるまでずっと乗り回して遊んでました私。力いけますけど、かなりショートカットじゃないこれ。どうだろう、こっちがゴールなのかな。ケムシいた。本当だ、ケムシいる。あのケムシ懐かしい。なんか最後の方でしか出てこなかった、ね、なんか昔のどのどれだった。いいね、まさか。なにこれ。なんだこれ。はい。なにこれ。なにこれ。演出があるんだが。え？なにこれ。この顔ポカーンですよ。ポカーンです。なにって、え、なにこれ、何があるんですか。なんなんだから。いやピカチュウかわいすぎるこれ。いや
いいですね。ね、確かなんかあのあれですね、うん、Wii のなんか 手に入れば、うん、あのピカチュウもこれ召喚できるって話ですよね。あー、どうなんでしょうね。ちょっと私もまだやってないんで分かりませんけど、雑すぎる説明で何も伝わらないんですけど、全然よく分かんなかったけど今雑すぎても全く分からなかったけどあれがあれがみたいな、え、あ、怒ったの、怒った怒るんだっけこの人。これでも怒った後って倒せなかったかな。あー、なるほどね。いや、これちょっと難しいぞ、これ油断すると。やばい。右、右。ちょっと待って、抜けた、抜けた。抜けた、抜けた。おっさんが出てきた。おっさん出てきた。あ、え、いかがしてんだけど。しかし大丈夫。ピカツー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 。ちょっと待って。モノマネが非常にアバウトになってきてる。ちょっと。何、イカ飛ばせんだ。あのお手本見してください、ピカチュウのモノマネの。え、 ピカチュウとかって、 3、2、1、 はい、ピカチュウってひどいもんですねそれ。クオリティの低さ。えビガビガーでしょ。え、いや同じくらいじゃないですか、ビガビガー。いやでも私ポケモンめっちゃ見てましたよ。よしよし。ああ、そうなんですか。いや私言うほど見てなかったから。ポケモンが放送されなくなった時とかも本気で落ち込みましたからね、何曜日か。そんなにですか。そう、何曜日かの楽しみが奪われたっていう。ああ、大変ですね。ちょっと待って、ここ非常にまずいことになってますねこれ。やばい、ピカチュウ、ピカチュウを脱いで、おさんが脱いでから、いや、スタート来た、これよし、蹴散らせ蹴散らせ、貴様を蹴散ら蹴散らしてやる。急げ急げ、終わるぞ、終わるか、急げ。いや出ましたね声が。ピカピカあ、何あのモグラ、モグラめ、ちょっとピカチュウに戻りたいんですけども。いや、ピカチュウ戻りたいですねこれ、どっか出てこんかねこれ。戻りたいですね。何とぞピカチュウの方を。ええ、あたまにライティングされますね。なんだ、あ、おお、なんだこれ、ピカチュウ来た、ほら、あ、歯がいっぱい。ちょっと待って、これクリアしなければならないピカチュウこれまずいぞ、めっちゃ眩しいんだけど上。サバのタイミングを、頑張れ頑張れ頑張れ、よいしょ、ピカ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 ちょっと焦りましたね焦りました、ええ、いやめっちゃ面白かったこれ。いや、これよく作ってあるな、すごい。ピカチュウになれた。いや本当にびっくりしましたね。これもうちょっと私コメントしたいです、ぜひとも。はい、なんてやります。そうですね、ピカツーとか、ですね、やっぱピカチュウの絵を描いてあげた方がいいね。ああ、いいですね。でしょ、ピカチュウって髪ありましたっけ。いや、髪ない、髪ないですか。あれ、ちょっとなんか、なんかあのピカチュウ真ん中になんか稲妻の形のなんか、うん、あの模様がありますけど、ね、あ、稲妻の、あれね、わかります。あった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  ありますよ。あったあったあった。私も小さい時ピカチュウの絵を何回かこう描いたりはして、ね、うん、消しては描いてをずっと繰り返してましたね、うん、で、お礼も言っておきましょうか。え、お礼も言っちゃう。ね、吹き出しでさ、はい、あ、ピカチュウが、うん、英語喋っちゃう。 Thank you って、 Thank you って言っちゃう。 Thank you って言っちゃう。これね、これを、送信します、送信しましたということで。来た、左上出て今左上で出たでしょ。出ましたね。何あの前髪、何あれ、一瞬出たと思いますけども、髪の毛あるかなって、あれのことだったんだ、いや、みんなほら絵で表現してる人やっぱいますよね。いや、あのピカチュウ、アウェーサム、アウサムってね言ってる人います、最高だと、うん、でほら私来ました、ほら、メルグラ、Thank you、やだ、あの身がグッドステージだ。かわいい、私相当かわいいの想像してたんですけどね。そうですね、これジャーニーさんですかね、ありがとうございました、あ、かわいいピカチュウ、あれが私想像した、あれは確かにかわいいけどもね、私の方が多分かわいいかなと思います
さすがですね。そんなわけで今回はねこんな感じでポケモンステージを遊んでみたということでした。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。